マイク・ポルクロペックはアメリカ合衆国のプロレスラー、総合格闘家、テキサス州オースティン出身、バートガン、マイク・バートンなどのリングネームで知られる。1991年にブレッド・コルトのリングネームでデビュー。フロリダ州のインディ団体筆ーのブラック・ジャック・マリガン同様のカウボーイ・ギミックで売り出され、キップ・ウィンチェスターことモンティ・ソップとのタッグチーム。 ロングライダーズで人気を獲得した。1993年に、ソップと共に、WWF と契約。WWF 入りに伴い、リングネーム及びチーム名を変更し、ソップはビリーガン、自身はバートガンと名乗る。兄弟ギミックも与えられ、スモーキンガンズとして、タッグ戦線で活動した。1996年に、スモーキンガンズを解散。 オブホーリーとのニューミットナイトエクスプレスを経て1998年には、WWF 主催の格闘技トーナメント、WWF ブロール4オールで優勝するなど、活躍したが、1999年1月に解雇された。前述のトーナメントで、スティーブ・ウィリアムスをゴールデンレフトで破った実績を評価され、解雇前の1998年11月から、全日本プロレスに登場し、 ジョニー・エースとのコンビで世界タッグ王座を獲得した。その後は主にジム・スティールとタッグを組み、IWGP タック王座に挑戦するなどの活躍を見せる。2002年にはチャンピオン・カーニバルで天竜・源一郎を倒す者の無藤刑事に敗れ、惜しくも準優勝。全日本プロレスを退団した後は新日本プロレスへ移籍した。またティエネにも2003年まで所属していた。 その後、パートナーであったスティールの怪我などもあり、しばらく表舞台から離れ総合格闘技向けの練習を重ね、2006年のムガワールド、プロレスリングへの参戦で、久々の登場を果たした。2006年6月17日、ランブル、オンザロックのメインイベントで、ウェズリー・コレイラと対戦し、カットによるドクターストップで TKO を勝ち、同年11月5日にはプライドに出場。 プライド武士道、その13体で、美濃愛久久と対戦し、判定負けを喫した。全日本プロレス2002年2月24日、日本武道館大会公式パンフレット。全日本プロレス2002年2月24日、日本武道館大会公式パンフレット。ありがとうございます。